ここにいる選手たちは選手権出場という夢を叶えた選手たちです。しかし両校に敗れた何千人もの選手たちの思いが2校のユニフォームに詰まっています。プレーができるのはすごいですね。まあある意味チャンスが来たと思ってやってると思いますんでね、はい、さあ川上から中にボールを入れる、左足のシュート、これは市川が抑えました。さあ今度は佐世、さあ佐世がかわしていく、シュートを放てるか、切り返してシュート、両チーム攻めてますね。攻めてますね。ちょっと間延びしてるので、はい、さあ松田力、これは楠本が抑えます。前半の35分が経過して、白の西武大高校、黄色の立正大湘南高校、未だ0対0です。高橋から佐々木、左サイド草間が上がる。西武大高校は両サイドバックの選手がオーバーラップをする、これが一つ攻撃のポイントですね、特徴でもあります。一旦ボールを落として、さあ三浦だ、シュート、入った決まりました。前半の35分、やはり注目、背番号10番の三浦、先制点は西武大高校。水沼さん、西武大がまず先制しました。まあいいシュートでした。それとまあその前の攻撃であまり絡んでなかったんですけど、はい、このボールがいいところに来ましたよね。いや多分、まあ、ボールに変化がかかってるんですよね、無回転になりましたんで、はい、だからキーパーとしては非常にキーパーとしては取りづらいですよね。しかし三浦も思い切って右足振り抜いていきました。これは通りません。さあインターセプトを仕掛けるが前を向いた、さあスペース裏になる、さあチャンスになるぞ、西武大高校シュート、うん、最後シュートを放っていったのは背番号9番の佐世です。エースストライカー、惜しいシュートでしたね。うん、あの今の効果的なカウンターですよね、うん、もう2人でフィニッシュまで行きましたから。水沼さんが先ほどおっしゃっていたのはしっかり守ってこういう攻めができれば、そうですね、エースストライカーの佐世、1年生からレギュラーの選手です。さあ三浦大輝コーナーキック、どこに蹴るか、高橋がゴール中正面ヘディングシュート、ここはクリアしていきます。もう一度三浦、ケアに行くのは阿部です。さあ阿部からどこに合わせる、ヘディングシュート、後半の19分、最後合わせていきました。今のシーンです。最後は変わった14番の清水です。まあここで三浦がボールを持ってためを作ったことで、はい、まあ、立正大湘南のディフェンスがみんな止まったんですよね。まずでボールが出た瞬間にみんな逃げサイドに引きつけられて、一番危ないポイントの真ん中が空きましたよね、はい、あその川上がボールを持った、2人がチェックに行く、これはホイッスルです。さあ1点追いつくチャンスです。キッカーは背番号5番キャプテンの松田陸、さあ合わせていく、ヘディングシュート、決まった、松田陸の素早いフリーキックから最後決めたのは背番号11番の小田、早かったですよね。早かったです、はい、まあ、守備が整う前にもうすぐにスタート始めましたよね。このシーン、うん、素晴らしいアイデアでしたね。そして決めた小田もすごいですね、後ろ向きで決めました。貴重な1点が入りました。立正大学湘南高校、
福原さん、はい、立正大湘南のベンチも選手、監督、そしてスタッフ全員がベンチを出て体全身で喜びを表していました。そうでしょうね。この1点は水沼さん大きいですね。いや、意味のある1点だと思いますよ。さあ市川が中にボールを入れる。ヘディング、ボールの内際、まだボールをキープ。ここはキープするか。ここでフィッツルです。第88回全国高校サッカー選手権大会1回戦、西武大高校対立正大学湘南高校。西武大高校が2対1、立正大湘南を破って1回戦突破です。埼玉の今回は西武大という形じゃなくて、埼玉の代表として自分たちがどれだけプライドを持って戦えるのかということで、この試合に臨みました。国立に近づくための2回戦、抱負を聞かせてください。そうですね、今日できなかったことがもう1回また1月、来年2010年にまたプレーできるんで、できなかったことを今度はできるようにして次に向かいたいと思います。ありがとうございました。おめでとうございます。蹴った時はどんな気持ちでしたか？蹴った瞬間はブレてたんで、キーパーは弾くかなと思って、詰めてくれればいいなと思ったら入ったんで、良かったです。この試合の勝因は何だと思いますか？そうですね、やっぱ健太が今日出れなくて、それで、みんなで、あいつピッチに立たせたかったんで、頑張ったから勝ったんだと思います。では次の2回戦抱負を聞かせてください。とりあえず今日、今日は今日終わったんで、とりあえずコンディションを整えて次の試合も頑張っていきたいと思います。おめでとうございます。三浦君でした。